タイタン大塚です。今日は私のクリスマスディナーショーにお集まりいただきありがとうございます。このディナーショーはですね、クリボッチの寂しい皆さんのために、このホテルの宴会場をお借りして私が企画したイベントでございます。今日は一生懸命歌いますので最後までお聴きいただければと思います。そしてみんなで一緒に寂しいクリスマスを乗り切りましょう。では一曲目に参りたいと思います。山を飛び谷を越え僕らの町へやってきた。おい、なんかこの曲聞き覚えあるぞ。ああ、まったくだ、こいつの歌じゃねえぞ。ああ、なんだよ、やろ、またね、まあ、お前既存の歌歌ってるだけじゃねえか、やろ。開幕早々滑っちゃったかな。では2曲目に参りたいと思います。光る雲を突き抜けファイヤー。おい、なんだよ、お前自分の曲はねえのか。そら皆さん静粛にお願いいたします。大体よ、低い声でアニメの歌歌ってるだけだから聞くに耐えねえんだ。こんなディナーショーつまんないからこの上ないってもんだぜ。どうしてくるんだよ、時間の無駄だよ。お願いですから皆さん帰らないでください。最後まで歌わないと私 CD デビューさせてもらえないんですよ。知るか、てめえの衆だろ。残念だな。最後まで聞いてくれたらこのホテルの女性従業員お持ち帰りさせてあげようと思ったのに。それどういうことだよ。ホテルで働いてる女の人部屋に連れ帰ってもいいってこと？だからそう言ってるじゃないですか。もうホテルのオーナーの許可は取っております。最後まで聞いてくれたら私から素敵な夜をプレゼントして差し上げますよ。やったー、俺じゃあフロントの受付のあの女の子にしよう。俺熟女が好きだからトイレ掃除のおばちゃんでいいや。そう考えたらあいつの下手くそな音も最後まで頑張って聞こうっていう気持ちになれるな。ああ、それだけでモチベーションが上がるってもんだぜ。みんな僕の歌を聞いてくれる気になってくれて嬉しいよ。じゃ最後まで歌うからみんなちゃんと聞いててね。見てあいつは誰だ。ですのロボタンさん。おい、さっさと歌えよ、ね、あの地平線輝くのは。いや、歌つまんないよ、もう聞くに耐えないよ。ビンビンマッチョでおえおえガンガンいいとけおえおえよ。なんだろう、なんかこのコンサートのこと終わった後のこと考えたらもうなんかムラムラしちゃって、俺のおちんちんめっちゃ大きくなっちゃった。ダメだ、僕のお稲荷さんも爆発すぜた。何見てんだよ、気持ち悪いな。やめろ、もう誰でもいい。したい、僕したいよ。俺ももう我慢できん。この際やれれば誰でもいいや。なんてこった、楽しいクリスマスディナーショーになるはずだったのに、とんでもないことになってしまったぞ。いいぞ、名前も知らない君。もうダメだ、名前も知らない君。やれやれ、まったく。皆さんも素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。では本日はこれぐらいで。お前もやれんか。